皆さんこんにちは、観音崎自然博物館のやるちゃんです。今日は珍しくジョークがおりませんが、二人が来てくれてます。はい、僕ら何をしてるかっていうと、宿取りです。宿取りです。なんでね、僕らはこういう感じで毎日ここで宿を取って、ゲンゴロウの餌を取ってます。はい、これが大変です。はい、素晴らしい。こっちちっちゃいのにしよう。はい、これでかいのに。そう、実は二人ともこっちちび、このサイズ担当。俺ちびサイズ取ってくるわ。はい、よろしく。まあ、こういう風に水草とかね、あと水草がない水槽とか、まあ、いろんなパターンを作ることによっていろんなヤゴが来るような仕掛けを作ってるんですね。あー、冷てー、こぼれた。そんで、まあ大事なのはですね、やっぱり塩辛トンボ、症状トンボとか、あの普通種、かなりの量をゲンゴロウにあげなしちゃいけないので、やっぱりね、ヤブヤンマとか、あのその水辺で取り尽くせちゃうので、取り尽くさない、取り、もし取り尽くしても大丈夫なぐらい個体数のいる、あの周りからの供給もあるような種類を餌にしてるっていうところが、ちょっと環境への配慮というか、あの生き物の飼育をする上でね、重要なところなんじゃないかなと思ってます。いましたね、このね、ちっちゃいやつ、これ症状トンボですね。これは一例幼虫の餌になりますので、これも取っておきます。んで、僕はね、このヤゴを何の餌にしてるかっていうと、今までも何回も動画で出してますけども、フチトリゲンゴロウの、あの餌として使ってます。でね、フチトリゲンゴロウはちょっとね、系統保存という目的で、ちゃんとね、許可を取って、飼育をしてるんですけども、やっぱりね、でもね、だからといってこう野生生物をこう飼育してる生き物に野生生物を餌にするっていうのはね、やっぱそれなりに環境にリスクがあると思うので、その辺皆さんもね、やっぱり考えて取らなくちゃいけないなって思いますね。あとだから、できるんだったら、人工飼料とかね、あと冷凍コオロギとか、そういうのをちゃんと買ったりして、環境にこうなるべくリスクがないような餌の取り方をするっていうのは、やっぱみんなが心がけておかなくちゃいけないなって思いますね。今普通にゲンゴロウ70匹ぐらいいるんですけど、あ、来た、はい、取れた。極小ヤゴ2匹です。ちっちゃいじゃん超極小、極小じゃん。生まれてきたね。生まれてきました。生まれてきました、ね、という感じで。怪しい。もうね、めちゃくちゃ生まれるんだよね。めちゃくちゃ生まれるし、一匹がめちゃくちゃの量を食うんですよ。だからほんとね、シトリゲンゴロウが住んでるところって、ほんとヤゴがめちゃくちゃいっぱいいるんですけど、それぐらいね、シトリゲンゴロウを支えるためには、それぐらいこう、シトリゲンゴロウが食い尽くしても食い尽くしても、もう食い尽くせないぐらいのヤゴがいるような環境が求められることなんですね。だからね、そういう環境をそもそもやっぱね、保全していかなくちゃいけないんですよね、っていうのがね、まあ、最終的な目標なんじゃないですかね。というわけで、ヤゴ取りが終わりました。これからね、僕らちょっと合宿に行くんですけど、ヤグちゃんお留守番の代わり、ここでいろいろ面倒を見て、ゲンゴロウの世話をしてくれるそうなので、ちょっと厳しくね、実習生を厳しくちょっと指導してもらいたいなと。新しい実習生がまた来るの。ヤグちゃん先生がガシガシ、ビシバシと厳しく、うん、指導してもらいたいですね。もうね、こんなんじゃないんだみたいなねというわけで、たくさんヤゴが取れました。じゃあこれを餌にしていきたいと思います。じゃあ動画はこれで終わりです。バイバーイ。